皆さんこんにちは、しずきあさとです。この度は梅田芸術劇場様、10周年ということで、10年あっという間の時間だったかと思います。その時間の中で私は様々なステージに立たせていただき、そして客席からも様々な、舞台を拝見させていただきました。今回は様々な出演者の方とご一緒に出演させていただくことになり、とっても嬉しいですし楽しみです。2006年にウィーンのオリジナルのエリザベートの出演者の方が梅田芸術劇場でガラコンサートをなさった時に、私はゲストとしてご一緒させていただきました。その時に、マテカマラスさん、そしてマヤさん、ルーカス、様々な方とご一緒して、そのご縁でその後も、いろんな交流ができて、そして皆さんの舞台も拝見させていただくことができて、とても思い出深い出演者の方々の私にとってすごく刺激を与えてくださった皆さんです。それがとても今回マテカマラスさんとまたご一緒できるのが楽しみでしょうがありません。彼はあの時からかなり日本に何度もいらっしゃって、日本語がお上手になられて、今回いろんな会話を日本語でできるのかなと思うと、すごい時間が経つこの経過といいますか、彼の努力もすごいなと思いますし、でまた一緒の舞台に立つということをしたいねっていう話してたことが実現できるのがとても嬉しいです。私は、エリザベートガラコンサート、そしてシカゴなどで梅田芸術劇場さんに出演させていただいたんですけれども、その他にファントム、この作品はステージ上には出ることはなかったんですけれども、なんと映像でベラドーバという役で、歌を歌わせていただき、出演というか、とても不思議な参加のさせていただき方をしました。今回、生で歌うことができなかったので、その歌を、ステージ上で歌えたらいいななどと思っております。今回は梅田芸術劇場さん、10周年ということで、いろんなジャンルの出演者の方がいろんな楽曲をお歌いになられて、私自身も大変楽しみです。皆さんも、この一つの作品の中で、いろんな公演の一コマというか、そのご覧になられた思い出っていうのを、この10年間の中での思い出を、思い返すことができるひとときになるのではないでしょうか。私も一緒に、楽しみたいと思いますので、ぜひお越しください。